県内は春の陽気に包まれましたが残念ながら今日も仙台での桜の開花発表は見送りとなりましたこうした中一足早く桜祭りが始まっている宮城野区のつつじが丘公園に内田アナウンサーが行っています内田さんはいつつじが丘公園からお伝えしていきます こちらの公園は、しだれ桜やソメイヨシノなど14種類、350本ほどの桜が植えられていて、県内有数の桜の名所なんです。その桜見ていきますと、うーんまだつぼみが目立ちます。こちらの公園の近くにはソメイヨシノの標本木もあります。 五輪咲いたら開花宣言となりますが午後3時の様子ですとまだ一輪も咲いていませんでした仙台管区気象台は仙台での桜の開花宣言を見送りました開花宣言は見送られましたがぜひ皆さんに見てほしい景色があるんですそれがこちらしだれ桜ですしだれ桜はすでに開花していて ピンク色の花びらは見ているととっても癒されますね今日は暖かかったのでさらに開花が進んだのではないでしょうかさあそしてこちらの公園では現在桜まつりも開催中です午後6時になりますとあちらのちょちんに明かりが灯されます